よっしゃ。というわけで、行きましょう。今日も、大人気の妖怪ウォッチもね、やりたいんですよね。もういいか。だいぶ今更ですけどね。セールで安かったんで、買いました。どういうゲームなんだろうね、妖怪ウォッチ。ポケモン的な。そんなことないか。わかんねえんだよな、最近の。最近なのかな。流行ったのって何年前じゃろう。さてさて。長いぜ。あ、そういえば今日また一人入居者来るでしょ。あ、キャンディーちゃんだっけ？クマさん。このね、色合いがね、絶妙なんだよな。この紫って言っていいのか、ピンクって言っていいのか、なんとも言えない色合いなんだよね。明日はね、友達でちょっと、5、6人ぐらいで、4、4人ぐらいかな。集まれたらなって感じなんだよね。できればやりたいですね。美術品を売りさばく怪しい人、マジか。あれ、入居者来ない？来たいって言ってた子いたんだけどな。なんか、ちょっと、きな臭いですね。双葉市、いい感じだとえ。気のせいか、素材全然集めないで終わっちゃったな。素材はな、石とかから出るやつ。木とかはまだいいんだけど。あ、これやったっけ？多い手紙、おしゃれだ。あ、届いた。へえ、来ましたか。アウトドアパンツ。見えない。こうするといいね。おお、双葉っぽくなった。やっぱ緑だよ。じゃあどうも。ちょっとずつ近づいてきましたね。もっとな、近いメガネはないかな。デフォルトの髪型がもうね、すでにね、似てたのがね、かなりいいですね。目もこんな感じだよね。双葉っぽくしたいんですよね。ペルソナ Q2 みたいな、そういう感じの双葉を作りたい。どうなってる？まあまあすか。これ餌でさ、薪へするとなんだろう。でっかいの、いいやつ釣れたりとかあんのかな。多分そうなんだろうな。どうやって使えばいいんだろう。あ、餌をまくか。マークで寄せる感じなのかな。ここの人早く来てほしいな。まだ住んでないのになぜかすでに干してある。あれ、俺もしかしてこれちゃんとできてない？全部揃ってる。あ、石のスツール。あ、だから来ないのか。離れてんのか、これ。石のスツールが離れてたからか。なんてこったー。くそ、今日来てくれる予定だったのに。俺としたことが。
下になっちゃいました。あー位置悪かったのか。うそーセーフ判定にしてやった気づかなかった。まあいいや、明日の楽しみだ。ちょっと明日お休みなんでね。見ろって見ろって。おおー食いつきいいな。おい空き缶あかんぞー。おやれんな。超お使いまくおしゃれー。あ、そっちまで行ってたの。あげあげだぜ。アクセルロー。え、角度ちゃう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 。違う違う、こっちこうか。あーよっ、あら、うん、生えてんだな。早いな。水とかやったらすぐなのかな。ちゃっちゃっちゃっちゃ。くそ、集まってなかったか、俺としたことが。やっちまったな。ミスト。しゃーしゃー。大きくなってくれ早く。かかってんな。あ、絶対かかってねえ。これ意味あんのかなこれ。でもまあすぐ生えてくんのかね。取った先からかけてく。8でももうあれだもんな、預けたからな。しゃあいやーうぃぼっこれんのかね、じょうろもね。無限に水が出るじょうろ売れるぜ、これうっす。あら、あ、ノー。まあいいか、まあまあええわ。のどかですね。あれ、なんか、あ、走っちゃったからかな。龍が如くとは真逆のゲームだな。どっちも面白いんですけどね。いや、なんかね、あのあれですね、気を張るゲームをやった後はね、こういうゲームをやると癒されていいですね。ん？なんだあれ、船ある？お、ドンピシャ。鈴木来い
とりあえず釣れたら鈴木っていう癖やめようか。すーぐ鈴木、すーぐ鈴木だから。よっしゃしゃうん、覗けたりしないのかなあれね。いいとこに立てたからってあのちゃんと島を一望できるからっていう感じ。木を刈らんといかんかまず。別にいいけど、まあ位置的にはやっぱ高いとこに置きたいよねああいうのは。うん、で後ろの船は何なんでしょう。あ、ギリギリだ。変なとこ家建てちったからギリギリだわ。何これ、どこから来たのかな。何何、ちっちっち、あ、かわいい。ちょっと待って、もう一回今のくれ。もう一回今のちょうだい。これでちょっと待って、このあ、超かわいい。あー好き、あー好きだわこれ。お、キラキラしてるね。水あげるとキラキラするんですね。お、うい、わざわざ来てくれるとはな。ういっす。小雪ちゃんに全然会ってねえな。小雪ちゃんに会いに行きたいな。あれ、ここじゃないか、一個下か。ちゃっ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 ちゃ、よいしょ。お、片付けまだ終わっちょらんのかね。お、いい感じじゃねえか。トンテケトンテケ、壁紙いいね。尻尾振って、ちょっと後ろから見てみよう。フリフリ、かわいい。ゆきちゃん、女の子ですね。ホワイトタイガー、ああ、おじしたの。あ、すいません。でひょう。マルタのスツール作ってたとこ。おお。またこのパターンか。あ、そっか、月の子に丸太の筒。あ、そうか、これ他の子たちにあげればいいのか。あ、いいよ、悪いな、邪魔したわ。そういうことか、もらったやつどうすりゃいいんだろうって思ってた。収納もできないし、どうすりゃいいんだろうって思って。そういうことか。他のコスラーにじゃああげましょうかね。マルタの筒、よっしゃ、じゃあ行こうか。はあ、その前にちょっと掘ってっちゃう。ういっ、あれ、やってる、やったっけ俺。この人早く来てほしいですね。いやー、なんたる失態。ウィッス。うん。終わったよ。
悪いな、ずいぶんかかっちまった。お金サック。やったぜ。素朴な木製の柵を50本。お、マジか。日替わりでいろんな時代。あ、本当に。とんでもね。見とかないと。300円もらいましょう。ウィース。アジャス。うん。ヘアアレンジ。これも持っといた方がいいのかね。洋風の柵。柄星の柵。へえ、そういうのもあんだ。この辺は変わんないのかな。うん。変わんなそうだな。あ、マサル、現れたな。昨日は、お疲れ様です。マサル配信ね、遅くから始まってね、遅くまでやるからね。昨日は2時でしたね。すごいね、でもね。前の日だよね、3時までやったの。3時までやって、次の日2時ってすごいな。私は、明日休みなんで、今夜はね、夜更かしできんでね。竜が如くをね、クリアしようかなと。竜が如くでも楽しいでしょ、あれ。うん、話が面白いかな。よくないよ。休みの前の日に頑張んだよ。で、休みじゃない日に寝るんだよ。逆なんだよ。休みの日に寝て、次の日仕事ある日にゲームやってる。あ、でもなんか今そんなに仕事ないんだっけ？うん。ペロッ。あ、じゃああれだ。引っ越してきたばっかだから、この子にじゃあ教えよっか。話に、あれ DIY 上げられないのか。フルーツの木なんかいかがでしょうか。かわいいじゃない。誰か欲しい子とか、あ、へい。これいらない。あ、これ上げられないんだ。マジか、スツール上げられなかった。どうしよっかな。何上げよっか。粘土上げても喜ばないよな。空き缶とか上げたらな、嫌がらせだしな。枝とか。お花をあげましょう。どうぞ。良いのよ。DIY もらったけど、そうなんだよね。溜まってっちゃうね、これね。誰かにあげないといけないのかな。っていうか売れるのかな、これ。これ売れ、いやでも売れなかった気すんだよな。もっといかん。また来てしまった。タヌキの親分。まあ、マサルが如くも進んでってることですしね。歌堀さん、お、どうしたの？すげえ嬉しそうに駆け寄ってきた。こんにちは。あこの子かわいい。あげたいんだけど。ああ、ごめん、ごめん、ごめんなさい。掘っちゃった。全く微動だにしてなかったけど。
しゅんちゃん、そうだな、しゅんちゃんだな。しゅんぼーと明日ね、動物の森やるよ、夜。電撃以来じゃないか。あ、いや、マリカやったな、しゅんぼーとは。マサルは天丼を覚えた。そしてレスが帰ってこれ、もういないかもしれない。あるいはマサルのことが嫌いなのかもしれない。化石見てくれ。びっくりしたよ、まさかマサルの配信に現れるとは思わなかった。ビクビク、やべ、心の傷を、心に傷を負っている。あれ、あ、持ってるやつか。ヤサルはな、今あれだから、昇進中だからな、軽々しくそんなこと言わないでほしいって言われたから。そうそう、自らまた提供しちまったな、ネタを。珍しいな、でも、ソウズがマサルに噛みつくのは珍しい。いつもマサルはすげえよなって言ってるのに。噛みつくね。107か。くそ、勝ってればな。ふたばサウル、ふさばちゃん。あ、DIY 売れるんだ。誰かにあげたいな。みんな持ってんのかな、でも。あ、これはダメだよ、売っちゃ。せっかくもらったんだから。空き缶でなんかできるかもって言ってたな、そういえば。ちょっと。ん？フォロワーさんにフォローされた。普通に活動してもいいんですかね。何、普通に活動してもって。面白いって言ってたよ、あの人、マサルのこと。あの人は俺の動画見てくれてる人。いいんじゃないの、別に。あなた隠してもすぐ出るじゃないですか。チンコうんこマンコって言うじゃん、どうせすぐ。全然いいと思いますよ、普通で。ご視聴ができねえだろっていうか、人間的に無理だろ、想像できねえ。塩らしいマサル。ワンダラーマネーウォーズの藤子ちゃんみたいな。違うな、愛のダカアポだな、あれは。記憶喪失になった峰藤子、かわいいぞ。なんか新しい項目増えてる。柵でお庭を作りませんか。うわぁ、俺センスねえかんな。センスねえんだよな、俺な。マサルはマサルであればいい。何これ、時計がかけてあんのか。後ろのやつはついてこないのか。いいな、鳩時計だって。鳩時計ちょっと欲しくね。もうびっくりした、電話かと思った。迷惑メール、お任せ規制レポート。迷惑メールフィルター、お任せ規制にてブロックされたメールの情報をお知らせするものです。これやたら来るんだよな、なお知らせしなくていいのにな。お知らせメールが迷惑メールなんだけど。ドアプレートか。現品限り600か。マンはあまり言ってない。マンコって言わないよな。俺すげえ気になるんだけど、チンコはチンコじゃん。女の人ってマンコのことマンコって言うのかな。すげえ気になってんだよな。やったー。
マサルくんがこの時間にいるってことは今日も休みか。今日バイオハザードでもやろっかな。ハードコアに挑むにはまだ大変らしいからな。一回がなんで俺こっち来ちゃったんだ。アシステッドにしてとりあえず人形を全部打つか。少しずつ慣れていかないとな。あ、オレンジの木生えましたね。最近俺んところのリスナーさんがマサルに興味を、世界がマサルに注目し始めて、なんだろう、明宝工業の森重弘のデビュー戦みたいな感じ。1ヶ月後日本は森重弘を知る。あれ良かったな。桜木花道ドンって、あ、悪いっつって吹っ飛ばされちゃった。あれ好きなんだよな。あ、悪い、多分あれ敏弘もできるよ。俺が敏弘に喧嘩打って肩ドンってぶっかりに行くか、俺これだけ吹っ飛んで、あ、悪いって言われる。あいつフィジカル強いかな。フィジカルが強いんですよ、あの人は。でかい上に剣道をやってっからさ、荷重移動がね、そうなんですよ。これ一回俺どんくらい行ったのか、そう。ちょっと見てみたいっすね。マンコってあんま言わないよな、だってな。チンコ、うんこは言うよな。マンコって言わないよな、確かに。なんで俺こんな真面目に考えてんだろう、こんなくだらねえこと。やべ、バン食らっちゃう。くだらないことを真面目に考えたくなっちゃう。すごい、トリケラトプス4500円、やったぜジョイナス。明日ジョイナスもね、時間あえば来てくれるみたいなんで、人妻とやっと不倫ができますね。柵をちょっと置いてみようか。どんな感じになるんだろうな。立てる。おお、幻能みたいなの出た。幻能みたいなの出たんだけど、柵どうする。あ、おい、育ってきたぞ。めんどくせえな。しまう。これに置く。家建てたのに。あ、チンコウンコ以外にでもなんかあんのかな、あるかな、言うのってね。チンコウンコ、チンチンウンコ。いやでもやっぱ子供とかが笑うのってこの辺だよな、やっぱね。ゲラゲラ笑うような、チンコウンコで。ゆさゆさ。のどかじゃな。今日もじゃあマサル配信はあるんだろうな、きっと。じゃあマザル配信に備えて今日はあれだな、早めに竜が如く始めないとな、夕方ぐらいに。無事ね、そういえば昨日6万2000円を下ろしたんで、最近あれですな、金に余裕ができたわ。まあ20万のパソコン買ったんで一気になくなんだけど、6月の頭に。でもこれ買ってよかったわ、マジで。
たまには格ゲー配信したいんだよ。KDDI ご利用中のお客さん、あーこれなんかあれだ、変なとこに点がいっぱい入ってる。これさーすごいよな、この手口な。じいさんとかばあさんとかは引っかかっちゃいそうだもんな。うわあ、あら、そういえばなんか作れるっつってたな。人妻の森言ってたな、それ。ジョーナスも言ってた。人妻の森やばいよな。絶対風俗だよ。何ができるんです？空き缶、カリンバ。何カリンバって。木材か。鉄鉱石。カリンバ。カリンバ作るか、じゃあ。よくわかんないけど、初めて聞いた。眠くなっちまうぜ。あ、あれ、水あげてくれてる。ごめんなさい。お花たちもちゃんと元気に咲いてくる。いい子だ。ペロペロっていう。すごいな、これな、お墓みたいだな。赤木しげるの墓みたいな感じだな。よし、これできるべ。作ってみっぺ。木材とかをできるだけその日に枯れるうちに買ってお金にして、そろそろね、新しい お家をちょっと広くしたいんですよね。しかしながら私株を買うのを忘れてしまいまして、っていうか日曜の午前しか来ねえって知らなかったんだけど。そうなんだ、ちょっと調べてみよう。ググる。動物の森カブ。価格変動パターンと株価予想っていうのがある。すごいね、そんなんあんの。株の稼ぎ方、株の変動パターン、すごいな。みんなそんな調べてんの。株値90ベルを狙って買う。株価か、株値じゃねえ。株で儲ける鉄則は安く買って高く売るです。うん、まあそうだよな。何？買い値が最安値の株90ベルの際に大量購入。90か。1週間で腐る。腐れてしまう。株を買ったお金が全損になるので。ああ、なるほど。時間操作で気づきを戻すと腐る。あ、ダメなんだ。さすがにダメなんだ。まあさすがにそうか。日曜午前に購入。日曜朝
5時から11時59分。ああ、そうなんだ。次の日曜日待つしかねえな。ういーす。なんかできるかな、作ってないやつ。お花見セットか。お花見したかったな、今年な。桜の花火だ、もうねえや。仕事で使ったの。ああ、はいはいはい。そうね。いや、ついに俺の職場もな、マスクのストックが切れたからな。言うてさ、あれだからね、入るのはまあ結局ね、気休めにしかなんないけど、飛沫を防ぐためのもんだからな。あれくらいは使い回してもいいですって。うん、洗って中にガーゼ入れれば全然使えるしな。さてと、クニオくんやりたいっすね。せや、こいつを使うとええ。90があれなんだ、最安値なんだな、株。鉄鉱石、あ、鉄鉱石30でパンパンになっちゃうのか。うん、30なんだね。ん、鳩時計、そうだ、鳩時計つけとかないと。お、結構な額に。よっしゃ、ちょっとずつ溜まってきたな。てか、いくらぐらいだっけ借金。ローンやら株やら。マネーゲームだな、ほんとに。この、なんか、可愛らしい見た目と世界観でごまかしているが、もしかしたらこれはカイジなのかもしれない。ドアプレート。あ、いいじゃないですか。ボール遊びとかできねえのかな。片時計、空き缶。カリンバって俺わかんねえ。初めて聞いた。カリンバ。何に使うのこれ。うちの花超見てる。ゲーム内の時間いじって怒られんの、これですね。俺はさ、ゲーム内の時間もいじってなかったんだけど、いじった扱いされちゃうんですよね。3DS の時計が狂って、3日に1回ぐらい。合わせても、どんなに。あれ、何がいけないんだろうね、3DS。スツール。合わせても合わせてもずれるから、なんだろう。なんかがおかしいんだろうな。さすがにもうイースター気分をちょっとずつ。もうイースターは終わりじゃ。鳩時計。あれはね、リセットさんって言うんですよ。ケイスケの出番。ケイスケ多分そっちは。ちょっとググってみっか。3DS 時計ずれる。ググってみっぺ。時計狂う、ずれる。あ、やっぱなる人いるんだ。せいぜい電池が急に切れたり、日付がリセットされる場合。日付が勝手に変わってしまうという質問。うん、原因は何なん？バッテリーパックの再装置をお試しください。一度取り出して再度取り付ける。めんどくせえんだよな、一回。あれ、ネジ外さないといけないからな。めんどくせえや。まあいいや。俺のさ、3DS 多分まだ、去年の12月か今年の1月で。ケイスケ。
ケイスケ最近冷たいかんな。株はそうなんだな。90円があれなんだ、最安値なんだな。地元の GS 行為ではなく、ちょっといじったことあって超怒られた。無理やってた。あーなるほどね。リセットさんに怒られたんでしょ。あれなんですよ、株っていうのがあって、このゲーム曜日で株価変わるんですよ。それをやっちゃうと、お前不正しただろ、怒られるんです。変なプリンみたいなのに。KSK、 いやー、トシヒロも大変だな。剣道もないからね。今あいつ政権やってるよ。政権で引きこもるって言ってた。トシヒロの政権見たいな。いやー、みんな今結構政権やってるみたいです。あいつあれかな、トジーロあれ DL ダウンロードじゃ買わねえだろ。あいつパッケージで買うだろうから、貸してもらうべ。最近思ったんですよね、友達とゲームをシェアするとすごく効率がいい。相手がやんなくなったゲームを借りて、で俺がやんなくなったゲームを貸して、ギブアンドテイクじゃないですか。ただ一番のネックは友達がいるかどうか。友達結構ね。お、何これ、何これ、及川っているのか。及川なお、よかったよな。完全に子供騙しでしたよ。成人男性が面白がってプレイした圧巻のやつでした。あ、そうなんだ。政権ダメなの。え、政権ってあれじゃないの、 FF 外伝みたいな感じじゃないの。途中今面白がってやってるんだけど。エロゲーって言ってた。なんだこれ、金魚？ランチュー？キングオブ金魚。あー、なんかボコボコしてるやつか。まあ、祭りでさ、俺とトシロがさ、敵屋のあんちゃんやってたんだけどさ、やっぱね、デメキンがね、目玉商品でしたね、うちは。デメキン。これ、俺はなんか気持ち悪いなって思ってたけど、なんか子供的にはあれ、お、石とか釣れちゃうんだね。子供的には可愛いのかな？可愛いでいいのか、あれは。鉄拳やるか、じゃあ今度。マサルくん明日も休みなの？今日は休みだったでしょ、この時間いるってことは。私もね、もっとね、仕事の時間伸びっていいんですけどね。でもこれ以上は伸びねえか、さすがに。やることねえんだよな、時間伸びても。お？お友弱視？すごいなぁ。お友弱視とか釣れるんだ。今日でもすごかったね。帰り道さ、雹降ってたんだよ。びっくりしたね。キャンディーちゃん。
誰？あ、お前か、なんか。ケイシー。うん。うさんくさ。つねきち。素敵な名画。評バル？バルログ？高っ金持ってねえや、そんな。うん、うさんくせえ、その02個ぐらい下がってんじゃん。うん、お気をつけくださいって言ってたからな。こいつか、言ってたやつは。で、実際どうなの、あいつ。ヒョウって何？ヒョウって、あの、なんかコブラか、あの、ヒョウバルしか思い浮かばないんだけど。ちなみに X 最強キャラですね、バルログは。ゴーキかバルログかみたいな。ただ相当嫌われるらしい。おー、マトトらしいの？ネオンテトラか。マサルと今度スト2で対戦するか。えい。筋肉も喜んでる。ノリノリだぜ。あ、1000円埋まってる。そういえば今日 D ループはあれだな、トレンド入りしてたな、ツイッターの。俺はもうギルティギアしか思い浮かばなかったけど。え、何植えたの？氷が降ったから驚いて氷が降ったから驚いて氷。え、金のなる、え、金のなる木の養木やべえ、いいのか、いいのか、これ法に触れるだろう。なるほど、氷が降ったから氷か。なるほど。ん？いや、あ、氷が降ったから氷か。いや、でも氷が降ったから氷か。確かに。ヒョウでもなんかあれですね、ヒョウっていうか、あら、あられか。ヒョウがなんか、ヒョウはでかいんだよな。なんかボコボコ、車とかもなんかベッコベコにされるぐらいの。俺がね、小学校ぐらいの時、あの小6ぐらいの時になんかそんなんが一回降ったの覚えてますね。なんかバラ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 って外からすんげえ音聞こえてきて、車庫がさ、トタンだったからさ、ガラ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 ってすげえ音でさ、覚えてんね。すげえ昔だけど。ハウスとかがさ、ビニールハウスとか大変だったんだよ、あの上からさ、まあ、石が降ってくるみたいなもんですよ。ビリビリになっちゃってさ、超大変。車もベコベコで。あられでしたからね。じゃらじゃら降ってきましたね。
では会議参加の世界に渡る。ひょうが降ってひょうって言って法に触れるならひょうひょうとします。そっか、ひょう。ブラキオサウルスの骨、あの首長いやつか。ブラキオサウルスですよ。いいよ。たまには見てこっか。ぼちぼちになったのかね。うん。真ん中に登場した腕のトカゲの、腕のトカゲ？腕のトカゲ。長い前足。首の長い草食類の中でも特に高い位置の植物を食べることができました。うん。今首が長い動物ってキリンぐらいだよね。寄贈します。お魚寄贈します。あ、魚がなんかあれか、新しい魚が時期ごとにやっぱ違うのかな。ういっ、ういっす。ネオンテトラって名前がいいですね。かわいい。ラフタバっぽくなってきましたね、うちの子も。うん、かわいい。こんなもんか、とりあえず。2000円。あ、公園行ってらっしゃい。お散歩ですな。子供と行くのかな。眠くなっちまうぜ。タヌポート。ん？16万8000円。16万8000円。やべ。うん、もうちょいだな。いや、まだ、でもまあ、まだでな。次の株次第だな。ちょっと見てってみようか。どういう風になってんだろう今。寝かせといてあげよう。
うん、よろしくお願いします。おお、すごい、めっちゃいっぱいおるやん。喧嘩とかしないのかな。ん？ダンゴムシか。ガで。全然ない。バットライド。頂上バット。よし、今日はじゃあまあこの辺にしときますか。いやー、いいっすね。とりあえず新しい住居人は明日か。